潮組とは、歌舞伎、日本舞踊の演目の一つ。初演は、文化8年3月の江戸市村座で、花し翠古伝の2番目大切に出された七変化、舞踊、七枚賊花の姿への一つとして、三代目、坂東三五郎が演じた。二代目、桜田自助作詞、二代目、絹谷章二郎作曲、初代、藤間勘十郎振付。七変化の内容は、以下の通り、 女三の宮、時わずかじわら玄太、時わず塩組、長唄と時わずの掛け合い猿回し、長唄元人坊主、時わず老女、長唄関羽、時わずこのうち、塩組のほか元人坊主は、六代目、小野菊五郎が曲を、時わずから清本に改めてからは、浮かれ坊主の通称で知られている。塩組の内容は小風、村雨の伝説や、能の小風による。 将風と村雨という二人の姉妹の天と、その二人を恋人にした、有原の雪平の話であるが、この踊りには、それとは違う他の思考も入っている。舞台は、松のある浜辺に、満月の見える夜の景色、そこに、松風が潮を汲む桶を担いで現れる。将風はエボシに仮衣を着ており、これは都え帰ってしまった、有原の雪平が残したという片身の品である。 まず塩を組む所作を見せ、次に中継を持っての舞。それから、エボシ仮犬を脱いで、雪平のことを思う口説きとなる。その次に三階さ山という傘を三つ重ねたものを持って踊る。この三階さ山は本来は子供のおもちゃなので、ここは子供のつもりで踊れとの区伝がある。最後は、エボシと仮犬を左手に持ち、開いた扇を右手で掲げて決まり、幕となる。 なお初演時には長唄と時わずの掛け合いだったが、三代目三つ五郎が後に自身で再演した時長唄のみの曲として、以降、現在でももっぱら長唄のみで踊られている。小風、紫伝説を元にしたという、この潮組には不思議なところがある。それは小風の格好についてである。小風が登場した時、頭には絵星をかぶり、 身には仮犬を着ているが、その下の紛争はというと、髪は花串のついた島田毛、げ、それに縫いのある赤字の振袖に黒の帯を振り下げに結ぶという、どこかのお姫様のような格好で、いかに芝居のこととはいえ、天の姿には見えない。しかしこれは、この、塩組に男米の趣向を取り入れているからである。男米とは、本来は、 えぼし水管を着て舞う白拍子の舞のことである。この白拍子の舞は後に歌舞伎にも所作時として取り入れられたが、これはえぼしに水管という姿だけを取り入れて男舞と称した。それは実際にはこの塩組のように振り袖の娘姿で、その上にえぼしをかぶり長衣などの土寺の装束を着て扇を持ち舞うというものであった。つまりこの塩組は、 松風村雨を題材にしてはいるものの、雪平の形見の絵星、仮犬にこと寄せて、男前の趣向を見せるという踊りなのである。塩組の内容をまとめると、ということになり、実は男前を舞う中で松風村雨の話を踊ってみせ、さらに三階さんの所作を、男前や松風村雨とは、関わりない軽物として見せるというものになっている。 これは後に三代目三つ五郎が演じた七変化舞踊、ガツ石花ゴーリ文代の中に、証拠を持って、船に乗るという白拍子の小写じがあるが、これもエボシチョウギヌの下は、塩組と同様の姿となっており、歌舞伎舞踊における男前の思考を残していると言える。なお、塩組初演の時は、関羽の霊が女三の梶原玄太、塩組、猿回し、岩人坊主、 老女にそれぞれ化けて現れるという設定であった。カウの例が男前の女姿に化け、それがさらに松風村雨の所作を見せるという複雑な趣向だったのがわかる。現在そういった設定は伝わっていないが、三代目、三つ五郎が再演した時には、筑波山の狐がこの塩組を含むご変化を踊って見せるという設定があり、それが今でも花道のすっぽんから現れる演出や、 振付に残されている。の字は、またのもとに、らという字になっている。日本百科全書、小学館、ありがとうございます。